ーブの切り替えがあるエゴ用のモジュールはライブスイッチに VOES の配信を接続することで速い点火カーブと遅い点火カーブをウィーンに切り替えることが可能にできます。タイミングプレートを半時計回りに回し点火時期を遅くします。アイドリングを調整します。点火カーブを速い方に切り替えても回転が上がりません。点火時期を遅くしすぎています。点火カーブを遅い方に切り替えます。正しい点火時期に戻しました。点火カーブを遅い方に切り替えました。三拍子っぽい感じの排気音になりますが、歯切れはあまり良くありません。点火カーブを速い方に切り替えます。綺麗な三拍子は、点火を弱くし、混合器を濃くして、点火時期を遅くすれば良いです。三拍子は、2回に1回、ギアが失火する状態です。まず、強力なスパークをする、ブリスクの DOR17LGS プラグを外します。同じ、ブリスクの多極プラグ、ヘル R17TCY に交換します。それでも、NGK の普通のプラグと比べると、スパークは強いのですが、確実にリアを失火させたいので、スパークは弱い方が確実かなぁと思います。次に、点火時期を遅くするため、センサープレートを
半時計回りに回します。アイドリングでの混合気を濃くするためにミクスチャーを開けます。電化カーブを遅い方に切り替えます。なかなか歯切れの良い綺麗な三拍子に。やりました。混合気を濃くすることで歯切れ良くなるのでしょうか。音はいいのですが、空燃費は10以下になってしまうので、プラグがかぶりそうですね。点火を弱くして、点火時期を遅くして、混合気を濃くすることで、綺麗な三拍子を出せますね。三拍子の状態は、正規のタイミングからずらしているので、元の状態に戻します。ますので歯切れは良くないですが、細い点火カーブを選択すると三拍子っぽい感じになります。それではアクセルの突きが良い状態での実走行です。三拍子は魅力的ですが、カム交換だけで、点火とキャブをいじった、ストックショベルでも、調整だけで、結構良い加速をするようにできます。プラグは、点火が、ポイント点火以外でしたら、ブリスクの DOR17LGS がおすすめです。ヤフオクで1本1200円です。LGS は、ポイント点火には不向きなようです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。